どうも、スバです。例のね、北海道旭川市の女子中学生いじめ投資事件で、第三者委員会が、開かれまして、で、その内容を見てびっくりしたんだけど、第三者委員会とは名ばかりの、身内で固められていました。はい。で、まあ、それに関して、そのメンバーに関して、その、亡くなった女子中学生のお母様、が、まあ、非常にまあ、不満があると。まあ、当然でしょうね。で、と思ったんだけどさ、そもそも旭川市教育委員会ね、我らの誇る信頼と安心の北海道旭川市教育委員会はね、そもそも北海道教育委員会から、これはもうどう見てもいじめであるからと、ちゃんと調査対応しなさいよと、加害者にはね、謝罪をさせるべきですよって、指導を受けてたのにさ、指導を受けたという認識はしてなかったとかさ、あんなひどい警察の介入したいじめなのにさ、いじめとして認識してなかったのかさ、とも、ありとあらゆる責任を果たしてないんですよね。で、挙句、第三者委員会は、まあ、身内で固めてあると。思うんだけど、ここまでさ、その、仕事をしたくないんじゃさ、ここまでその、教育という仕事と向き合えないんであれば、なんで教育者であるのかなと思ってさ、辞めればよくない？別の仕事すればよくない？例えば、まあ、工場で働くとかさ、まあ、スーパーで働くとかさ、別にその、工場とかスーパーバカにしてないからね。要は、子供を教育する立場から離れてくれって言ってもね。だって、仕事してないんだもん、ちゃんと。教育者としての責任を全うしてないんですよね。責務を全うしてないんですよね。女の子、死んでるんですよね。ちょっと汚い言葉使ったけど、死んでるんですよ。亡くなったっていう言葉使いたくないな、今回は。亡くなったっていう言葉は、96歳のおばあちゃんが、寿命で亡くなった、老衰で亡くなった、つまり大往生した、だったら亡くなったって言葉使いたいけど、そうじゃなくて今回いじめ殺されてるんですよ。拷問みたいないじめでさ、じわじわ心と体をさ、追い詰めていくやり方で自殺して死んでるんですよ。で、ちゃんとさ、学校と教育委員会が対応してれば、もしかしたら死なずに済んだかもしんないんですよ。だから、亡くなったとか、そういう、まあ、綺麗な言葉使いたくねえな、今回。死んでるんですよ。死なされてるんですよ。だから、ちゃんとね、せめてね、もうこれまで学校も教育委員会もさ、もうふざけた対応してさ、我々国民の怒りを買ってるけど、せめて第三者委員会の調査ぐらいは、我々国民がね、正常なバランス感覚を持った我々、普通のね、様式と常識である我々一般人が、まあ、今回ちゃんとやったよねって思えるような内容で、調査してほしいなと思ってますね。ここでね、またトンチンカンなね、宇宙人発言したらね、もう全世界、もう日本のとこじゃないよ、全世界からバッシング食らうからね。今回罪のないね、女の子はね、死んでるんでね。第三者委員会、もうちゃんとやってください。いじめはなかった。みたいになんないようにしてくださいよ。頼みますよ、本当に。ね。もう一回言うけど、むちゃくちゃバッシングされるからね、世間から。ふざけたこと言うと。ね。はい。ということでね。スバタでした。じゃあな。